取り寄せられないと、在庫が少ないということで、こちら LS っていうねメーカーになるんですけど、こちらの在庫多く、ちょっと僕が見て思った感じはこの外装、うん、が柔らかいのかなっていうのと、お疲れ様です。今回は配管部品 .com 案件第5弾ということで、今日はですね LS 三電というところが出しているブレーカーと、こちら竜田電線というところが出しているニュースラットケーブルのご紹介となります。配管部品 .com とは何なのかというと、ネットで購入ができるサイトですね。想像してもらうなら Amazon やモノタロウで買ってもらうような感覚です。で、今年から電接資材のバイヤーさんが担当に加わったことで、商品もより多くなって、電気の材料が豊富になったので、今年から電気に力を入れていってるので、ぜひ利用してみてくださいとのことなんで、 URL などは概要欄に貼っておきますので、ぜひ見てみてください。で、今回というか前回もなんですけど、電気屋 YouTuber 用にクーポンを作ってくれて、 LINE の友達登録をしてもらうと、秘密のキーワードっていうのを入力するところがあるので、その画面に電気工事業界を楽しく明るくって入れてもらうと、1000円引きのクーポンがもらえます。5000円以上の購入から可能になりますので、ぜひご使用してください。そしたらまずブレーカーの紹介からいきます。ちょっと開けてみましょうか。サンプルが何個か届いてるんで。これは ELCB かな、 ELCB であったり、はい、ブレーカーに関しましては、今回なぜこちらを紹介してほしいことになったかというと、今ねコロナのロックダウンなどでブレーカーなどが、僕の仲間にも番屋さんとかおるんですけど、すごいこう取り寄せられないと、在庫が少ないということで、こちら LS っていうねメーカーになるんですけど、こちらの在庫を多く配管部品 .com さんはできるとのことで、値段も、まあ、皆さんが使用されてる材料屋さんとかによって変わってくると思うので、一概には言えないんですけども、まあ、日本製よりも買うとこによれば安いみたいなんで、まあ、安くで今在庫がない中でも仕入れれるということで、今一押し商品らしいです。PSE 電気用品安全法の認定を取得している商品なので、日本国内でも安心してご使用いただけます。ディンレールと言いましてね、こうカチャ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 つけていくやつ。臨機角 35mm 幅の機器取り付け金具にも取り付けが可能ということなんで、直付け、まあ、もちろんね直付けしてもらってもいいし、ディンレールここね、リンデールカチャッと挟んでもらってもいいですということです。で、国内メーカーの強約型の定格遮断容量より、こちらの方が優れているみたいです、まあ、そちらは概要欄に詳しい詳細など載せておきますので見てください。で、このフレームサイズも日本規格と同じとのことなんで、例えば同じ30万の ELCB が壊れたとして取り替えるとしても、まあ、同じサイズでいけるということです。マグネットに関しては分電盤強約寸法 JISC8370 に準拠した乾燥電磁接触器を在庫しておりますってことなんで、まあマグネットからブレーカーまでいろんなものを揃えてるみたいなんで、今困られてる方、注文してもらったら状況にもよるんですけど翌日には届きますので、お急ぎで必要な方使ってみてください。電線なんですけども、まあ、使用されたことがある人は、もうご存知だと思うんですけど、まあ、初めて見るっていう方のために簡単に説明します。簡単に言うと CVT、 僕らがよく使う CVT より電線が柔らかいです。なのでちょっとこう取り合いがしんどい時とかに、 CVT じゃしんどいけどこれだったらいけるっていう、電線引き込み時などにね、正直まあ8、この今持ってる8とか14とかだったら CVT でも曲がるんで、38の時とかね、高級住宅とかになると38を使うことが多いみたいなんで、38だったら硬くてどうしようもない時にニュースラットケーブルで対応したりするそうです。あとはその板があって、板管渡りみたいなのを作る時に結構ね、ブレーカーとブレーカーの間がちっちゃかったりして、38とかあったらかなりしんどい時があるんですけど、そういう時もニュースラットでやったらいいよと、まあ、板屋さんであったり電気工事でよく使う人が言っておりました。あとね、ちょっとこの近くに見てもらったら、これは 30m 巻きなんですけど、30とメーター表示がされております。要するにLANケーブルのように、あと何メーターかっていうのが分かりやすくなってます。
3メーター、まあ、これが1メーターごとに書いてあるので、今何メーター入選したかとか、あと何メーター残っているのかっていうのが、まあ、一目瞭然なんで、そこもポイントかなと思います。あとはね、許容電流的な話になるんですけど、 CVT とは同じです、許容電流なので。 CVT と比較する場合であったら、単純に柔らかい、だからこう施工しにくい時にニュースラットケーブルを使うことが多いです。 CVT じゃなく VVR 線を使うこともあるみたいなんですけども、 VVR よりかははるかに許容電流が上がりますね。例えばハチスケであれば、 VVR だったら暗挙不接の場合36アンなんですけど、ニュースラットケーブルの場合62アンになります、まあ、約2倍弱ぐらい。でちなみに暗挙不接と電線管不接の違いというのを簡単に説明しますと、暗挙不接というのは直射日光が当たらない場所で、電線管不接というのはもうその通りですね、電線管に入っている場合だから、まあ熱が逃げにくいので許容電流が下がります。なので例えばなんですけども、38であれば VVR は93アンペアの許容電流、あ、電線管の中で考えた方がいいか、73アンペアなんですけど、ニュースラットケーブルでしたら1個ダウンして20につけて82アンペアいけるんですね。だから電線も小さくした上で許容電流も上げれるので、季節の配管を利用しないといけないと、配管が31ぐらいしかないと、あの占有率の問題とかもあるんで、何個分けろとかあると思うんですけど、VVR だったら仕上がり外径が29なんで、まあ、入ることは入るんですけど、ちょっとキツキツなんで、22付けのニュースラットだったら外径25なんで、そちらで行こうとか、そういう使い方をすることが多いみたいです。あとは価格もね、あの皆さんがご使用されてる材料屋さんとかによって値段は得意不得意があると思うんですけど、結果コストダウンにつながったりとかいうこともあるみたいなんで、今まで CVT ばっかり使ってた人は一度取り入れてみてもいいんじゃないかなと思いました。配管部品 .com の方では55スケから22スケまで 50m であったり 30m であったり在庫してるみたいです、まあ、あの詳しくはページの処分でそこで確認してください。6種類が4時までの注文で翌日発送です。すぐ届きますってことで、あの今日サンプルを一応もらってるんですけど、14スケなんで、これが38とかであれば、狭い分電盤で曲げてみたりしようと思ったんですけど、まあ、14スケであれば普通に CVT でも曲がるんで、今日やろうと思うのは実際にいつも通りカッターナイフ、電工ナイフなどで皮を剥いてみたりして、施工のやりやすさはどうなのかっていうのと、この前紹介したトリッパーや、まあ、剥きそけパーなどでも対応できるのかっていうところを、マスターに気にやってもらおうと思います。じゃあまず何からいきましょう。まあ電気工事基本の電工ナイフでいきたいと思います。はい、最近でも使ってる人あんまりいてないです。うん、よかったですね。こう周りに筋を入れる感じで上げて、はい、でまあ縦にちょっとこうやってあげて、ニッパーとかで貼り上げたら、うん、取りやすい。こんな感じで、それもあれなんかな。CVA と白ですけど、今回これ黒になるんですね、スラットケーブルは。で、まあ、中も同じように。この時にだから中の方はあんまり歯入れすぎないように注意してもらって、うん、新鮮に傷がいかないように加減したり、で混ぜてもらったり。よいしょ、こんな感じ。ちょっと僕が見て思った感じは、この外装、うん、が柔らかいのかなというのと、この黒いのはどうですか、いつもの CVT の。これ一緒ぐらいじゃないですかね、硬さ的には。そこは変わらないと。そうです、ね、こっちはどうでした。こっちもそうですね、こっちはでも CV の方が浮きやすいのかなっていう、素材にもよると思うんですけど、まあほぼ一緒ぐらいですか ね、あの向きやすさとしては、うん、そうですね。まあナイフでもいいんですけど、数あるときはね、この、はい、ムキチョッパー、ムキチョッパーの出番ですね。これもちょっと大きいサイズなんですけど、はい、ほんまはこのサイズには合わないんですけど、全然細いサイズでも使えるんで。ほんまは何本からなんですか。これね、638とか大きいサイズなんですよ。で、ちっちゃい用もあるんですけど、マスターにレベルになったらそれでも使えると。どこ使えるんで、ちっちゃい用も売ってるんですか。ちっちゃい用もあります。でも大きいの買ってたらもう両方いけるんで、だいぶ足を変えると。
ちょっと小さいのちょっと向きにくいですね。こんな感じで。おお。さっきの現行ナイフよりはちょっと早くこっちの方が向ける感じなんですね。そうですね。数ある時はこっちの方がいいですね。うん、僕はこれ好きなんですけど。で、まあちょっと僕も初めてなんですけど。はい。トリッパー。トリッパー。未来。はい。未来さんを変えるんですね。そうです。まあこれに関しては前動画出してるんで、見たい方は詳しく見てもらって。14のアタッチメントに変えてもらって。おか。ここで深さ変えてるんですね。そうですね。20ぐらいかな。はい。もう足かなこれ。入れるだけ。そうです。鉛筆削るんで。すげえ。あ、普通に使えそうですね。うん。あ、でもこれ、あ、すげえ中も一緒に向けるんですねこれ。2回行かなあかんと思ってた。はい。早っ。それのもっと早くなるのがこれ後ろにつけてもらってドリルドライバー持ってくるんで。これいいですね、進行ナイフの出番がなくなってきますね。寂しいんですけど、こういう感じでね、セットしてもらえるん で低速で使ってもらえたらいいみたいなんで、はい、お、音だったら分かりますね。そうですね、深が抜けるんで早っ。問題なくトリッパーでも使えましたね。うんうんうん、で断面もめちゃめちゃ綺麗ですね、これ。そうでしょ。ナイフで剥くより、はい、うん、早いし。そんなら CVT と比べてみて、いつもやってる作業の特段やりにくいとかはなかった感じですか。そうですね。変わらずって感じですかね。そう、このサイズなんで特に、まあ冬場なんでね、ちょっと基本的に硬いのはあると思うんですけど。そうですね。まあ3860やったらね、どれぐらい変わるかっていうのは。そうですね。ちょっと結構太いのが結構メインなんで、はい、あれなんですけど。やったことある人にコメントで教えてもらいたいですね。はい、ありがとうございました。はい、ということで今回はね、ニュースラットケーブルとブレーカーのご紹介でした。まあ、あの見てもらったように普通に CVT と同じように向けるということでした。で、あの初めにも言いましたけど、 LINE のクーポン無料なんで、電気工事業界を楽しく明るくで1000円クーポンぜひゲットしてください。でですね、今日と言いますか、ハイカム品 .com さんの推し商品が VVF ケーブル、僕ら関西では VA 線とか VA って言うんですけど、の 5m とか 10m とかの短尺売りをしているので、詳細などこちらに載せておきますけども、例えば普段 VA 触らないけどエアコン工事で 10m だけ必要やっていう時とかね、僕ら材料屋さんから 100m 買ったりするんですけど、そこまでいらない時とか翌日発送で届きますので、ぜひ一度使ってみてください。この後僕の気になる商品みたいなのを配管部品 .com の中から3つくらい選んで、簡単にポンポンポンと画像で出すんですけども、皆さんもこの商品紹介してほしいなとかありましたら、もしかしたら紹介させてもらえれるかもしれないので、またコメントとかでどしどし書いてください。ありがとうございました。とりあえず面白くしたいです、電気屋を。